はい、たけしです。キグス6月号ギアナビ、今回の動画で紹介するのはこちらです。小さい、そうなんですよ、小さいけどアンプです。これがクイルターのトーンブロック202というですねアンプなんですけども、まずびっくりしたのがこの大きさで200ワットまでいけます。相当ですよ、200ワットって。さっきちょっとなんか別売りの純正キャビみたいなのあるんですけど、そのキャビで鳴らしたらもう50ワットぐらいで、とても家で鳴らせるレベルじゃないぐらいのでかい音出るんで。でこの前にね、今これインプット刺さってますけど、インプットの隣にエフェクターのセンドリターンとかでシグアウトって書いてあるんですけど、ここからアウトがついてて、今この状態ではこれのアウトをミキサーにつないで今音が出てますけど、こういうね家でする仕様、これ今だからキャビは実際はつながってないんですけど、音出すとでこのねモードが選べるんですよ。でこのボイスって呼ばれてるなんかモードがあって、 FRFR っていうのとフル級っていうのとヴィンテージなのかな、 VINT みたいなやつがあるんですけど、今真ん中にしてるんですけど、そう非常に癖がないフラットな感じだから、エフェクターをこうセンドリターンで挟んだりとか、自分の持ってるなんかそういうシミュレーターとかで音作りしてもいいし、で家で置いても邪魔じゃないこのサイズなんで、でこうアウトがついてるんで、そのまま卓録したりしながら、そのままこれライブハウスとかスタジオ持ってってもキャビにつなぐのはめちゃ手が大になりますから。モードが FRFR っていうのがなんかこう一番フラット、本当にアコギとかベースとかそれこそキーボードなんか鳴らしてもいいみたいな、オーディオっぽいですよね。だからまあベースの人とかキーボードの人も使えるっていう。で真ん中にするとこの EQ をねちょっと噛んで、若干こうナチュラルギターアンプ感で、ちょっといじってみて思ったんですけど、この EQ がめっちゃ効くんで、今ほらすごいっすよね。だから音作りもかなり積極的にこうできる。でなおかつ一応リバーブもねついてるんで、この単体でリバーブかけることもできると。で一番こっちに倒すとヴィンテージ、まあね何ていうかな、アメリカンタイプのギターアンプみたいな、これはよりギターアンプ的なんですよね。だからゲインが上がってくるとギターアンプ的になるっていうか、3つのモードが用意されているので、結構本当にベーシストの人も使えたりとか、キーボードの人も使えたりとか、ギターアンプっぽく鳴らしたりとか、エフェクターを挿したりとか、すごい使い勝手いいですよね。だから卓録しながらそのままこれ200ワットのアンプとしても使えるっていう、これ1台で済んじゃうというですね、ちょっと驚きのこのサイズ感で、クイルターのトーンブロック202ご紹介しました。